皆さん、こんにちは。ヒデ石川のブルース&ファンクギター講座。今日はですね、メジャーペンタトニックスの、使い方ですね、こちらについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。メジャーペンタトニックっていうのはですね、例えばキーが C の時、つまり A マイナーのペンタトニックと全く同じなんですけれども、非常に使い方難しいですね。特にC のメジャーのキーの時に、この A のペンタトニック使う、非常に皆さん難しい、苦労されていると思いますので、今日はそれのですね、使い方をですね、ちょっと詳しくお話ししていきたいと思います。まずですね、じゃあキーが C の、コードが鳴ってる状態でどういうフレージングしていくか、ここなんですけども、まずですね、 A なんですけども、C の音中心に、考えていく、フレージングを考えていく、そういうところですね、アプローチちょっと弾いてみたいと思います。今日はですね、ループマシン使ってですね、ちょっとバッキングを鳴らしながらやってみたいと思います。まず C のですね、つながってますからね。こういうバッキングの中で C の音中心に、こういう感じですね。次上がります。今みたいな感じですね、C に落ち着くように、持っていきます。ここのチョーキングポイントはですね、いつもと同じですので、こういうフレーズですね。あとはこういうフレーズとか、ですね、ここにある A の、この8フレット中心のですね、 A のペンタトニックっていうのはですね、4弦ベース、4弦のここの9フレット、ここがスタートになります。いいですか。そしてですね、ここでメジャーとマイナー混ぜていく、そういうアプローチでですね、弾くことができます。先ほどの、この4弦の9フレット始まりの A のペンタトニック、これはですね、C のですね、マイナーペンタ、こことですね、重なっているところですので、これ両方使えるわけですね。こうですね、A からここの音全部使えますので、それを今度はですね、混ぜながらですね、行ったり来たりっていうのをやってみたいと思います。これメジャーですね。最初 A のペンタのポジション、
今みたいな感じですね、ぐしゃぐしゃに混ぜて、使うということができます。アプローチのですねポイントとしてはこの、C7 か A のベージャーペンタトニックとかですね。でここねこの C のですねペンタトニックに戻る、このポジションですね。これ非常に活用されます。それから先ほどありました、これは今のこれはですね、13フレットですね、2弦の13フレットからね、これは C のですね、この4弦スタートペンのペンタトニックですけども、こことですねまた A のメジャーペンタっていうのは C のメジャーペンタですね、A のペンタトニック親和性が強いです。ちょっと近く寄りますよ、ポジション的にはここにある、A のペンタからですね、こうチョーキングそのまま、先ほどの C のペンタに、移っていくことができます。という感じでですね、アプローチできます。A のペンタの時、中心になるのはこの C の音、メジャーペンタトニックですね、C のメジャーペンタですね、チョーキングポイント同じです。必ず C で終わるような感じでやると、ここで A で終わってしまうとやっぱり A メジャー感が強いです。ちょっとやってみますね。これ C 変ですよね。同じ音なのにここの A で終わってしまうとですね非常に違和感あります。合いませんね、合いませんね。ところが同じここで終わらせる、合いますね。のようにですね、終わるポイントで同じフレーズ弾いてるのに全然違って聞こえますので、ぜひですね、終わりの音ですね、キーが C のメジャーの時は必ず C で終わるような感覚で、終わっていい、音はですね、ここですね、E の音、A で終わらないようにしてください。これ結構きつい音ですのでね。あとは A で終わってもいいフレーズありますね、ちょっと難しいですね、しかしですね、A で終わるところですね考えながらやっていただくといいかもしれません、今日はですね、メジャーペンタトニック、皆さんと一緒に考えてみました、いろいろ試してみてください。それではごきげんよう。